おんぶるるぎりたんですか。どうしたのぜ霊夢、ヤブからステップに、クラウセダークトジーフジコルプ、ふむふむ、確かにそいつはすげえのぜ。ということで変わり種でよく咲くな、ゼルダの伝説不思議の木の実の解説をします。聞き流すだけで良いように作ってあるので、BGM 代わりにお使いください。おまんじゅうお姉さんとのお約束なのぜ。まずはゲームについて解説。このゲームはアホほど大ヒットしてくっそ面白い。ゼルダの伝説というシリーズを作るに至ったと言っても過言ではないゲームボーイソフト。ゼルダの伝説夢を見る島の続編みたいな作品です。古参プレイヤーにとってのゼルダと言ったらこれっていう感じの、リメイクもされたくっそ面白い 2D ゼルダなのぜ。で、ゲームはこの時代の流行りのポケモン商法を使って販売されたポケモン商法版ゼルダです。ポケモン商法ってのは、赤と緑みたいにゲームを分けて、両方揃えないとコレクションコンプできないという、売り手にとっては水増しで2つ売れるっていう銭ゲバ商法のことを指すのぜ。で、ゲーマーのうちだから言わせてもらうと、ポケモン商法はユーザーに対して極めて不誠実だからポケモン以外はするな。ほとんどの場合はユーザー離れを引き起こすだけなのぜ。まあ、この時代は誰も彼もが第二のポケモン目指して、死体の山を量産していた時代なので是非もなしなのですが。で、この不思議の木の実ナナもポケモン商法を採用したゼルダなのですが、このゲームは誠実な方のポケモン商法であり、ベースのマップや、手に入る武器やダンジョンの構造みたいなのは大体同じなのですが、問題を解決するための謎解きのギミックが違う。最終的なラスボスのストーリーとラスボスダンジョンが違ったりする部分がポケモン商法の中では好感が持てる。ただし、真のエンディングを見たいなら両方買ってクリアしろって部分は、まあまあ不誠実なのぜ。次に色違いによる変化ですが、第一の章は、季節を変化させる杖を使ったギミックが特徴で、例えば、冬にすることで、木が枯れて道ができたり、春に水を入れて冬に凍らせて道を作るとかそんな感じのギミックがベネ。また、ストーリーやメインヒロインも季節を操る女神みたいな感じで作られている作品。次に時空の章、王道を行く、行ったり来たりの作品でシナリオ的には時のオカリナに似ており、時空を司る女神がミストバーンに体を乗っ取られて過去に飛ぶ、それをリンクが救うというシナリオで、ギミックは、過去に生きて種を所定の位置に置いておくと未来でツタになって道が拡張されるとか、過去にしか存在しない職人に道具を作ってもらうとか、ダンジョンも過去に戻って石を動かして道を作って未来に戻って通路になっているから通ってとか、時間を使ったギミックの作りがよくできている。そんな感じでゼルダっぽいギミックとかアイデアがさすが任天堂という意欲作。ぶっちゃけこのゲームを遊んだことある人なら、任天堂らしい丁寧な、夢を見る島リスペクトないゲームだと思うのぜ。で、意外な秘密ですが、実はこの作品、カプコンが作った任天堂外注作品です。このゲームを作った中の人は元カプコンの人なのぜ。原作リスペクトがパネー作品なのぜ。このゲームを作った時はしっかりカプコンに在籍してて、カプコンで外注という形で開発されました。このゲーム遊んだ人ならわかると思うんだけど、こうして言わなきゃわからないってくらい語彙数な作品です。謎解きのギミックの作りといい、世界観の演出、丁寧なシナリオと作品に対する理解、パーペキなのぜ。さて、大変よくできた意欲的なゲームなんだけど、国内販売台数で夢を見る島を超えられませんでした。実はこの後この作品あまり売れていないって手で台本書いちゃって、でも実際調べてみたら全世界300万本売り上げのゲームタイトルだったことが判明。でも頑張って台本書いちゃったから、この後は売れていないって手でお話しするけど、話半分に聞いてもらえると嬉しいのぜ。これ売れなかったのぜ。ゼルダの勘を持っているゲーム、ゲーム内容は大ヒットゼルダ夢を見る島リスペクト、ポケモン商法というトレンドも取り入れて売れない要素がないのぜ。そうなんだよね、まず感覚的な話で恐縮なんだけどパッケージとタイトル、YouTube で言うところの、サムネとタイトルね。これがよろしくない？よろしくないって言っても、じゃあどうすればよいパッケージとタイトルなのか？っていうのは、出してみて反応を見なきゃわからないっていうガチャだから是非もなしではあるのぜ。ただ、今後ゲーム当てたいって思う人はガチで気をつける部分だと思うんだけど、なんていうか、パッケージとタイトルから面白そうとか調べてみようって思えるような、ゲームが想像できるような作品だったりすると大ヒットするんだよね。例えば ICO アンダの巨像人食いの大足トリコ、この3つのパッケージで、圧倒的に何これって思うタイトルとパッケージって、ワンダの巨像です。絶対イコなのぜ。誰だよこいつ、主人公のイコなのぜ。海外版のアレなパッケージは置いておいて、この中で圧倒的に強いのはワンダの巨像です。
タイトルがパワーワードで強いし、どんなゲームなのか調べたくなる出来なのぜ。最後の一撃は切ないってキャッチコピーも秀逸で、この文章からメリーバッドエンドなシナリオのゲームだってわかるしね。で、一食いのトリコってぶっちゃけワンダの巨像知ってる層からすると、ああ、ワンダっぽい作品のゲームねってマンネリを表現してしまうの。ふむふむ。で、不思議の木の実ってパッケージから面白さが伝わりにくいパッケージしているし、夢を見る島とカジノオカリナと違ってなんか面白そうって感じしないでしょ？感覚の話だし後出しじゃんけんだけど、言いたいことはなんとなく伝わるのぜ。例えば時空の章じゃなくてタイムループオブゼルダとか、過去期エルゼルダとか、そういう思考誘導のしやすさがパッケージって大事なんだよね。いこ、見たタイトルやパッケージからゲームが想像しにくい。アートっぽい作品とかマーケティングじゃなくて、なんとなくどんなゲームかわかる。なんとなくそういったゲームだったら面白そうだしやってみたいって、思うタイトルとパッケージの工夫が必要って意味なのぜ。売れる新規タイトルゲームってのはそういったパッケージに、ゲームの中身を想像しやすい、遊んでみたい、調べてみよう。っていう思考誘導がお上手なタイトルとパッケージの組み合わせが組み込まれています。で、ポケモン商法のところでちらっと話したけど、ポケモン商法が成立するジャンルってコレクション要素があるゲームだけで、コレクション要素がないこの手のアクションゲームだと、どんなに誠実な方のポケモン商法だとしても特定多数に対してネガティブな印象を与えます。ポケモンはぶっちゃけどっちか片方だけ買えば十分遊べるし楽しめるのぜ。だから消費者はポケモン商法されてもまあ許す感じなのぜ。で、このゼルダってゲームとして誠実に作ってあるし、別のゲームとして面白く作ろうとしているゲームだけど、ポケモン商法してブルーエンド見たかったら両方買ってねってやり方は FF14 みたく、ブルーエンドは DLC でとかね。そういうやり方はユーザーに対して不誠実で反感を買うのぜ。ただゲームとしてはすっごくよくできているし、両方ともガチで面白い原作リスペクトゲームなのぜ。何よりもこの作品が評価されてかはわからないけど、このゲームを企画したプロデューサーはカプコンからこの後任天堂に移籍してスカイボードソードを作るからね。スカイボードソードもシナリオやギミックといい正統派ゼルダって感じでくっそ面白いのぜ。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録してくださると大変励みになります。他にもサブチャンネルでは BGM 代わりにダラダラ見れるゲームプレイ動画を作っているので、遊びに来てほしいのぜ。それらはすべて概要欄に記載しております。普段はゲームと漫画と映画と甘いもののレビューをしている感じのチャンネルです。参考になったら幸いなのぜ。また次の動画でお会いしましょう。ラブ&